カーブル動物園はアフガニスタンの首都カーブルにある動物園である。現在の園長はアジーズ・ギュール・サケブである。カーブル動物園は1967年にアフガニスタンの動物賞に焦点を当てた動物園として開園し、観光客やマスコミにとても人気がある。1972年時点ではカーブル動物園には500種類以上の動物が飼育され、 約15万人が訪れていた。しかし、カーブル動物園は1978年により、長きにわたるアフガニスタン紛争による被害に苦しんだ。動物園内に設置されていた水族館は砲弾により大きな被害を受けており、兵士は鹿やウサギを食料として使用してしまっていた。2010年現在において、動物園には約280種類の動物がおり、45種類の 魚類、類、類類種ので構成されている。動物園には2頭のライオンやアフガニスタン唯一の豚であるハンジールが飼育されている。週末には約1万人の人々が動物園を訪れる。2003年現在カーブル動物園は動物飼育スタッフを60名雇用している。カーブル動物園はカーブルでも人気の観光地となっている。 現在カーブル動物園に最も動物を提供している中国政府はすでにアフガニスタンに提供している動物の安全性に関して懸念を示している2004から2005年に一頭のオスのクマと鹿が死亡しておりこれは明らかに病気栄養失調によるものであることが判明した中国政府は状況が改善されるまでカーブルに動物を提供する ことはしないと発言した。アメリカ合衆国のノースカロライナ動物園はカーブル動物園に融資を行い、動物園における飼育環境など多くのプロジェクトの監修を行うこととなった。また、動物園におけるビジネスプランの立案方法などに関しても援助を行った。ノースカロライナ動物園の園長であるデビッド・ジョーンズは現在カーブル動物園のスタッフに インドで研修を積ませるための交渉を行っている。ありがとうございます。